それで、ね、中古で買った N ゲージの、まあ、修理っていうのが、改造っていうのが、まあ、補修っていうのが、まあ、動画2本目なんですけど、なんかね、これがね、ハマりが悪いんですよね。何なんだろう。俺のせいなのかな。なんかね、これ片っぽが浮いちゃうんですよね、スノープロが。で、これグッと押し込むと、これがすっごい硬いんですよね。何なんだろう、この原因は一体。ちょっと待って。そうですね、なんかどっちかが必ずはまらないように設計されてるのかちょっとわかんないんだけど。硬っ。しかもいつもこれさ、普通にこのパカーンってやれば外れるんですけど、これ結構硬いな。とりあえずどうしましょうかね、これ首が振らないのは。まあ、首振らないとね、貨物やった時に脱線する危険性があるんで、緊急なんですけど。マジでね、これね、スノープロがね、ちょっとでもずれてたら動くんですよね。何が原因なんだろう。まあ、とりあえず一応仮はめしてみるか。多分だけどね、多分急なカーブだと、これ多分首が固まっちゃうんで、多分脱線する危険性があるな、これ。見た感じな、当たってはいないんですよね、これ自体が。まあ、そもそも当たったら、蓋はめる前に、ここでそもそもぶつかるんで、あれなんですけど。やっぱりこれきつくはめると、干渉するね。一応、物がね、こいつに入っててそのまま使ってるんで、はまらない理由がないんですよね。原因が何か分かんないっていうのが一番立ち悪いんでね。こいつもそろそろ固まったかな。もう固まりましたね、もう一個の方も。ちょっともう一個の方はめてみるか。一応こいつはね、アンガーカプラーのやつなんで、今回買った機関車、2台中1台がね、アンガーカプラー、こいつだけなんで。あ、アンガーカプラーの方はきちんとはまるわ。そうですね。ああ、緩く取れちゃった。そうですね。まだ固まってなかった、完全に。ちょ、じゃ、これを一旦このまま放置するとして。問題はこいつなんだよな。何が原因なの？まあ、唯一考えられる原因としたら、この蓋が、まあ、広すぎる。これ無理にガッてここやってるんで、ここちょっと切っちゃった方がいいかもしれないな。ちょっとここ切るか。多分ここのステー切って、多分これがグッと押し込まれるようになるんで、これで多分、これでもし無理だったらね、これ作り直しになるんで、ちょっと厄介なんですけど。多分これだと大丈夫なはずなんだよな。まあでも、これでもギリギリだな、やっぱり。でも、さっきよりはね、緩くなったんで、あとなんかもうちょっとなんか切るの。一番いいのは、ハンダで固定しちゃうのがこれ楽なんですけど。まあ多分、そもそも歪んでるんですよね、これ無理やりやったんで。ちょっと噛んでみるか。噛んで潰してみてどうなるか。あ、でも結構これがっつりハマってるな、見た感じ。そうですね、結構、あ、やべ、ずれた。わあ、最悪、噛んだ時にずれちった。
わあ、これも固着しの押しかよ、もしかして。ちょっと待って、流し込む無理やで。これで流し込んで、グッて折り曲げて固着できるかどうか。ちょっと固着してる間に、そうですね、新幹線のスライドを抜いていきましょうか、申し訳ないんで。ちょっとね、接着剤気をつけて作業しましょうか。ちょっと新幹線、じゃあ先に200系から行きましょうか。一応200系の先頭車はね、あのドライバーないと分解できない構造なんで、先に中間車からやっちゃいましょうか。ちょ、接着剤ちょっと避難させて。うん、こっちも多分ね、20両とか連結したら、多分外れる気がする。ちょ、人力でやって取れちゃったんで。ちょっとやっぱりぐらつくんですよね。歯みたいに。子供の歯みたいにちょっとぐらつくんですよね。ほら、こうやって。うん、ちょ、これでも接着剤の多めに流し込んだんで。ちょっともうちょっと流し込んどっか。あ、ちょ、今日一日ね、こいつら、乾かすんで。問題なのが、これがくっついちゃってるな、下手に。まあ、接着剤でね、接着剤上乗りしても意味ないんで、まあ、一番いいのはね、軽く火で炙って、まあ、溶かして、まあ、これにグッてくっつけることなんですけど、溶かすのはね、ちょっと今回めんどくさいんですよね。しかも動画内でやると危険なんで。まあ、でもね、一度はね、動画で熱接着っていうのもね、手段としてはね、まあ、お披露目するのは、悪くないかなと思うんですけど。まあ、やっぱり火関係はね、子供が、まあ、うちのチャンネル多分子供が見るチャンネルではないと思うんで、あれなんですけど。まあ、万が一が、ね、あるって、特に子供なんかは好奇心旺盛なんで、今のこっちゃわかんないけど、特に俺はね、好奇心旺盛な子だったんで。なんだ？またなんか変なプラの破片だ。なんか水上っぽい。一応ね、これも室内灯がついてるんで、ずれるんですけど。ちょっとガラスがずれたな。取れた。結構あれなんですね。古いタイプかな、この室内灯だと。俺ね、昔よくね、この新幹線ってガラスがこれ結構こうやって簡単に外れるんで、よく接着剤で固定しちゃうんですよね、本当に。うちにある子で逆に固定されてない新幹線っていうのは多分200系はないんじゃないですかね。結構ね、本当に、大体1回分解するたびに毎回ティブレで外れるんで、ね、結構イラってくるんですけど。あれ、ずれた。うわー、ガラスがずれた。こういうふうにね、ガラスがいちいちずれるとイラつくんで、接着剤で固定するんですよね、俺は。基本的に。多分またずれたっぽいな。なんでかわかんないけど、この200系って昔のよくずれるんですよね、本当に。何が原因なんですかね？製造なんですかね？ こっちがずれてる。根本ずれたからダメだ。よっ、大丈夫かな？そうですね、ガラスはきっちりはまってるんで大丈夫ですね。よいしょっと。一応これで1両1上がりと。あれ？はい。じゃあ、この下に通り一応、まあ、最悪何かにね、使えなくはないと思うんで、まあ、ゴミにするのもったいないんで、一応取ってみますけど。よし。まあ、今回ね、翼の分も7両あるんで、トータルで13両か、新幹線だけど、しないと。室内通り先にガラスが取れますからね、これ。
やっぱり接着剤で固定しようかな。過去にね、これ、はかしかけたことあるんですよね、俺。接着剤で。あれ怖いんですよね、やっぱり。危ねえ。手が滑った。それで大丈夫かな。壊すか燃やすか、炙るか煮るか。うちね、コーヒーの機械はないんで、いることはできないんで。そうですね、燃やすか煮るか炙るかしかないんですよ、ね。今のやつも結構こう簡単にガラスと外れるんですかね。どうなんでしょうね。もう最近の200系って言ったら、あの、K 君しか持ってないんで。あ、そうか、一応 K 君より多分あれか、あの、H 編成の方が新しいのかな、ロッキー的には。よっ、OK。これでラック、ちょっと、これで連結器の間違えたら、切れるところだった。おっと、危ねえ。今回うまくいったって入った。入った。ガラスも大丈夫か。大丈夫そうですね。OK したらそろそろ一旦は大丈夫かな。まあ先に6レアやっちゃいましょうかね。まあ残り200件なんて言ったら、今ちょうど尺が12分なんですけど、まあ13分か。だけど、多分ね、あと3両なんで、まああと5分あればね、終わると思うんで余裕で。まあ、そうですね。あと5分ぐらいかな、俺の感覚で言うと。結構200系はね、戦闘車はね、扱いやすいんですよ。中間車と違って。まあ、ちょっとネジがね、めんどくさいってぐらいなんですけど。やべ、ちょっとずれたか。大丈夫かな。あー、ずれたな。今度は大丈夫か。おっと、危ない。手が滑った。これで一応ね、中間車終わりなので、そしたらじゃあ、先頭車行きましょうか。で、一応、先頭車とかなんですけど、分解するときのコツが1号車と10号車で全然違うんで、じゃあ、まずはね、簡単に1号車から行きましょうか。これはこれで足りるかな。多分足りそうっすね。ここにドライバーがあるんで、このネジ絶対外してください。これ外さないと絶対台車取れないんで。あれ？ちょっと待って。このネジさえ取っちゃえば別に台車なんかは外さなくても。確か問題あった。あれ、後ろ台車ってあれ長ネジだっけ確か。確かに後ろかどっちかの台車がね、長ネジ入ってるはずなんですよ。あ、やっぱりね、後ろ台車。ちょ、これで、ね、まあ、ちょ台車のね、なくさにしてもらって。で、前台車はね、単ネジなので、問題ないんで。まあ、こうやって外してもらえば、外れるんで。で、座席外して、まあ、室内灯取れば、OK なんでね。よいしょ。そしたら逆の手順で座席戻して、で、こうですね、ここ連結器があるんで、この、あ、そうか、カットミックスは爪ねえのか。これね、物によってね、爪がある、抜けちゃうんで、まあ、爪折らないように気をつけながら、まあ、先頭車戻して。で、はめて。で、ネジはめて。で、台車はめて。基本的にね、中間車なんかより全然、ね、先頭車の方がね、やり方としてはね、めちゃくちゃ簡単なんでね。
しょ。で、あとはね、これパーツ戻せば、まあ関係簡単なんで。一応ね、室内灯つけるときはね、この逆の手順なんで、まあ、ちょっと自作の室内灯入れるときはね、あの昔のやつって、あの室内灯の取り付け穴とかがあるんで、あれ溶接して、ハンダで溶かしたりして、取んなきゃいけなかったんで、めんどくさいんですけど。で、続いてこっちですね。こっち側の15号車側は連結器があるんで、まず絶対に連結器をね、前に押し出して、この鼻取ってください。じゃないと事故るんで。で、またネジ取って。ここにこれね、ネジが取れない時あるんだよ。これまあ別に前台車のね、まあ前台車を取んなくていいんですけど、まあ、もしね、ネジが取れない場合はね、前台車抜かなきゃいけないんで、まあちょっと気をつけて作業してください。まあ今回は、あ、抜かなくてよさそうですね。確かに新幹線は本当に5分で終わりそうですね。よし、OK。そして最後、鼻を戻せば。OK。これで、ね、終わりなので。一応これで200系はフォローつけなきゃいけない。フォローつけて。一応これで問題ないんでね。まあ、ちょうどそうですね。5分ぐらいっていうところですね。じゃあ、そう、先にじゃあ、機関車一旦、確認しましょうか。でもそろそろね、5分ぐらいあればね、意外と少しは、あの接着剤も乾くんで。なんか本当に5分で残りの新幹線で3年が終わると思わなかったんで。まあ、まだ腕は落ちてないです。昔はね、5分って言ったら全然8分ぐらいかかったんですけど。でこっちは、そうね、一応接着剤がまあまあ固まったかな、こっちも。特にこっちのまあ、アンドザカブラからやった方が、多分もうこれで完成で良さそうですね。復元場ね、まだ知るほど生きてるか。あぶー。ねえ、なくそこだった。よしと。したら、そうですね。まあ、復元場についてる方、まあ、なんていうの、後ろ側にしましょうか。この方が。まあ、見た目的にはね、短い方がいいんですけど、今回ちょっと連結機能がね、長い方死にかけちゃってるんで。まあ、欠けてるってか、死んでるんでね。よし、これで多分。でも、なんとか、まあ、復元はしないですけどね。まあ、首は振るんで、よしとしましょうかね。問題はこっちだな。こっちがね、無理やりやってるんで、もう、はっきりちゃうと歪んじゃってるんですよね。歪んじゃって固定しちゃってるんで、はっきりちょうど直らんすって感じなんで。まあ、買い直すか、作り直すか。になるとはね、思うんで。あ、でも、距離感はまだ首振ってくれるんで、そうね、マシかな。うん、そうですね、さっきよりはまだ首が全然きつくないんで。あ、そうですね、ここの部分か、この両端の部分、ちょっと切った方が、ね、良さそうかもしれませんね。この角度によっては。ただ一応ね、両方ともまあ首が動くんで、まあ次ね、抜けた時にはね、まあちょっと新しいカプラーパーツ買うか、まあその、なんだっけな、どっかの工房さんの、まあ、パーツ買って、そうですね。まあ、そっちの方が楽なんですかね。確かね、何個だっけな。2個かなんか、1両分かなんかで5、600円だったんで。まあ、金額的にはってところなんですけど。まあ、でもこういうね、無駄な加工しなくて済むんだったら、まあ、1両500円だったらそうかなって感じなんですよね。まあ、そこだけ人それぞれの価値観なんですよね。俺みたいにね、加工するのが好きだよって方は、まあ、全然500、まあ、あとね、ケチ、俺特に加工するのが好きだし、ケチなんで、まあ、500円くらいケチっちゃうんですけど。まあ、でも、加工がね、苦手だよって人はね、まあ、多分500円払って、まあ、カプラポンって入れるだけなんで、まあ、楽かなと思いますね。一応これで大丈夫だと思うんで、一応 DF200 と試験だけしてみるか。一応 DF200 と連結高さはバッチリ一緒なんで、で、首も一応、そうですね、まあ、相手側が振ってくれるんで、
まあ、問題もないから、危ない危ない。反対側も。そうですね、反対側も、まあ、ちょっとね、首がきついんで、まあ、相手の国次第かなって感じはありますけど。まあ、一応、ほとんどの信者者はね、加藤の、ナックルカプラが、先頭もしくはテールカプラが入ってるんで、まあでも、大丈夫ですかね、テールカプラも一応バネで戻るようになってますんで。一応じゃあこれで、そうですね、まあ、まず、一応これで完成なんでね、乾くのをちょっと、待ちましょうかね。まあ、作業としてはね、もう全然あとはね、乾いてからもう一回組み立てるだけなんで。まあ、全然そんなもんね、動画界でちゃっちゃとやっちゃいますんで。復元板ね、なくなると困るんで、こっちのパーツごと一緒に外しておきましょうかね。ですね。そしたらじゃあ最後、そうですね、翼か。翼とあとはに、あれか、207K か。まあ、翼と 207K だったら、そうですね、残りの動画的に大丈夫そうかな。じゃあちょっとね、気をつけながら固着させましょうかね。そしたら今回ちょっとね、あの ED75 の方、まあ、あれはね、ちょっと DD51 みたいな特殊のカプラなんで、あれはね、結構ね、めんどくさいですよ、手抜かすの。ただそれはね、正直言います。アダプター買うしかないんで。ちょっと今度東京、まあ、そうね、店舗に問い合わせてみて、まあ、その東京の店に在庫あるよって言うんだったら、そうですね、ちょっと近いうちに、東京の店舗ちょっと伺ってみましょうかね。で、カプラー類の格好はこれで終わりだよね。で、問題は残っちゃったね、ゴミパーツどうするかなんですけど。まあ、こういうジップロックがあるんでね。まあ、ジップロックに入れて取っときましょうかね。ただそうですね、あとは、まさか。これ失敗作か。失敗作は、ちょっと一旦ちょっと避けときましょうかね。まあ、別の、そうですね、種車用に使えたりもするんで。まあ、捨ててもいいですけどね、あそこまで壊れちゃってる。まあ、ギリギリって感じですかね。よし。もしかしてあれか。あれ、爪がないからこれ、ブカブカもしかして。ちょっと気をつけてしまった方がいいですね、これ。完全にドブドブになっちゃってるんで。よし。あの成分の中で何入ってる？成分の中は形成か。まあ、形成のインレタパンダは、インレタパンダじゃねえや。形成のパンダインレタは、まあ、それはそうか。この動画で、まあ、そうですね、尺が余ればちょっといいですか。翼の方なんかもね、結構分解するのが簡単なんでね。ちょっと、ちょっと邪魔な接着剤たちだけ。続けちゃいましょうか、ね。接着剤もね、ドライバーもうこの動画使わないんで、ね。赤ペンとかはね、重しになるんで、赤ペンぐらいは使ったでしょう。まあ、ニッパーは、ニッパー代わりの爪切りもいらないんで。そうですね、結局ニッパー買ったんですけど、また相変わらず爪切りがニッパー代わりですからね、これは。もうね、昔から慣れてるね、道具が一番使いやすいんですよね。年取ってくると。年取ってですね、まだ俺25歳なんでね。そんなにおじさんではないんでね。まあ、自分で出てて自虐なんですけど。じゃあ、翼行きましょうかね。翼はもう机片付くんで。でこっちやっちゃいましょうか。よいしょっと。ケースの線でやめてるみたいな。これはなんだろう、トミックス、あ、トミックス製か、これも一応。こっちはトミックスの幅狭なんですね。ちょっと待って、引っかかっちゃった。これなんかね、プリズムと銅鉱板の間になんか引っかかっちゃった。爪が。おっとね。結構中にめり込むんですね。
なんかまたずれたっぽい。結構ね、翼みたいなこのね、ミニ新幹線のやつって。これどうなってたっけ？あ、こっちの車高計算がいいのか。多分、向き的にはこうだよな。逆っぽいな、こうか。いや、こうで合ってるな。こうで、これだってますね。で、はめて。なんか落ちた。びっくりした。何が落ちたと思ったら、カチューシャか。これであとはここにはまってくれるかなんだけど、このスカートパーツもね、ここあるんで、まあ、スカートパーツはね、これ後、後込めでいけるんで。気をつけながら。大丈夫かな？床もそんなに膨らんでないんで。大丈夫ですね。あとね、ここの部分に、ね、これがあるんで、頭からね、これ入れてください。頭から入れて、ぐって押し込むと、たまに入るんですけど。こっち側がちょっと入んねえな。そうですね、ちょっと入んないな、まずいんで。何かがずれたのかな、中で。今までもね、小町なんかね、大体この手法で入っちゃったんで。入りましたね、よかったよかった。これでね、17号車は OK ですね。結構ね、整備もね、めんどくさいんですよね。まあ、定期的にやんなきゃね、まずいんですけどね。で、こっちが16号車。まあ、中間車はね、別にパン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 って行けばするんで。で、パーン。まためり込んだ。この爪のここさ、めり込むの何なんですかね、この室内と。あ、今、どこも取れた。危ねえ。よしと。パーンなんで、ほんと中華車はね、お手の、お茶の子再生なんで。だ小町もね、結構ね、まあ中華車はね、まあ、楽っすね。で、一応これ20メートル級なんでね、まあ普通の、なんつうの、銅管の位置から、まあ銅線引っ張ってきて、まあ銅板銅線で引っ張ってきて、で、自作の室内灯も、ね、入れますんでね。そしたら今度そうですね、新幹線よりもちょっと室内灯作るの動画やりましょうかね。あと新幹線の室内、ちょっとあれか、もともともしかして前の持ち主はめり込ましたかな。最下にこの爪折っちゃってもいいんでね。まあ、自作の室内って入れる人なんですけどね。完成品入れる人はね、あんまり落ちちゃいけないんで。特に形成の方はそうですね、インレタ張り替えるぐらいしか作業がないんで。よいしょっと。よっと。で、これなんですね、よく端っこから持つとさ、ここの部分が歪むんですよね。だからあんまりね、端っこから持つのはね、これお勧めしないんで。まあ、どっちみちボディ広げてから端っこからなんですけどね。連結器取るの忘れたんで、他の人はね、連結器取ってからやってくださいね。事故のもとなんで。先頭車のやつはね、動力車に、まあ、入ってるんで、小町もね、含めて楽なんですけど、やっぱ17号車なんですよね。トレーラー車がね、ネジがないんで、外れるわ、外れるわ。取れるわ、取れるわ。で、これ、パンタグラフってなんかパーツあるのかな？最近、加藤製のやつでもね、いいんですけど。加藤って最近、小町発売したっけな？いや、加藤あれか、トレイユ発売したのか？トレイユ発売したってことは、パンタグラフぐらい売ってるかな？調べてみよう、後で。このさ、このプリズムとね、この本体の間に挟まるんで、ちょっと厄介なんだよな。ちょっと、まあ無理やり根こそぎ取りますけどね。
ただね、12時保証があっちで合ってます。見た感じに俺わかんないんだよな、その0番台、100番台。確かに、1000番台と1100番台の中間車の差って。俺は知らないっす。尺的には31分だから、そうですね、京成と福知山線やる時間はありそうですね。思った、先にこれ分解しよう。その方が楽だ。しかもこれ床下なんで基本的にそうですね、カバーもこれほとんど一緒なんで。ほとんどというか全部一緒か。なんで、差的にはね、ないので。まあ、先頭車の、動力とあれなんでね、多分分かると思うんで、一般的には。よし、多分、ピシピシ入んなかった。もっと、はいよと、お前邪魔よと、よし、オッケー、終わってか、はいよと、一応これでね、翼はね、終わりなので、あとはね、自作にしないと、まあ、今度ね、7号、13号車、11号車だっけ、まあ、電気色。で、まあ、後ろの6両はね、まあ、白色、LED、まあ、手配するとしてるんですね。なので、東海道線は別に特段何もないので、じゃ先に京成行きましょうかね。一応これ、西武鉄道だけだから京成なんですけど。まあ、京成の方はね、別に特段ね、中に座席にのが塗られてるぐらいで、まあ、パンタグラフもね、至ってウェザリングされてるぐらいで、まあ、特色はないんでね。じゃあ、京成パンダだけ貼りましょうかね。なんか1両、取って。どれにしようかな。じゃあ下から行きましょうか、こういう時は。で、こういう時のためにね、京成の電車をね、動画撮っててよかった。あ、なんかインフォ、あ、メールか。メールと、LINE は来てねえんだ、今日。これいつもこの時間だったら LINE ばっかすかばっかすか来るんですけど。今日は来てねえや。あれ？俺赤い Wi-Fi 充電しなかったっけ？赤い Wi-Fi 落ちちゃってるわ。ちょっと後で確認しとこう。で、うちはね、その、取った鉄道会社の車両っていう、その車両、鉄道会社ごとに分けるんで、まあ、基本的にはね、分かりやすいと思うんですけど。形成、形成と。あ、これか。形成3000、3000、3、あ、じゃあちょうどいいだわ。あ、結構中途半端な位置に貼るんだ。しかも QR コードとこれ中途半端な位置にしかないから。あ、前の人はずれてるけど、まあまあいい位置か。ライン的には、そうね、この側面の赤ロゴ。ちょうどここの赤ロゴの高さぐらいなんで。問題なさそうですね。で、京成パンダでガラってたっけ？そうですね、京成パンダで左右気をつければいいぐらいか。優先席ってこれ両方にあるのかな？それ確認するのはすると。優先席は、そうそう、優先席両方っぽいっすね。へぇー、初めて知った。最近だとさ、東映車だけなんですよね、優先席がその車両の両端になって。京急なんか大体片側なんで。京成パンダの水が出た。こういう時ね、無駄でもいいからね、資料採集しておくとすげえ楽なんですよ、ね。京成パンダ、京成パンダ。一応これですね、ドア表記に入れた京成線。一応これでね、右左で対になってますんで、多分このままガラスにポーンっていけるはずなんで。じゃあちょっとね、京成だけちょこっと作業して、まあ一応作業して、ちょっと、そうですね、まあ動画、まあ200だけ行きましょうか。200だけ行くか、膨らませんか。これガラスは大丈夫かな。固定式っぽいけど。あ、大丈夫っすね。でもこれ多分ね、京急用なんだよな、この見た目は。そうですね、多分これ京急用っすね。まあ、俺見たことあるんで分かるんですけど。まあ、特にそうですね、俺も京急用に結構貼ってたんで。そしたらじゃあ、そうですね、剥がしましょうかね。多分だけどこれね、トレジャータウンだと思うんだよな。最近やっとね、世田谷シティセンターが、まあ、さ、やっとったらしいですけど、発売してくれたんで、全然ありがたいですけど。特に、ね、世田谷は本当にね、ゴミがないんですよ。すっげえ嬉しい。
まあ、じゃあトレジャータウンがゴミあるかみたいな感じですけど、ゴミあるんですけどね。多分ね、トレジャータウンの優先席をそのまま京急車に貼った人、少ないと思います、俺は。割り箸の中に詰めて帰ってこれでいい。しかも、あの位置なんかはね、正直あのそこまでこだわらなくていいんで、あのニュアンス、フィアンス、どっこいしょでいいんで。俺こんなんで適当なんで、基本的に。できればね、硬いところが欲しかった。ちょっとだけライトが欲しい。全然暗くて見えないんで。ちょっとすいませんね、ライトつけますけど。うん、すんげえ張りやすいわ。やっぱりね、世田谷まで犬たまに張りやすいんでね。あとはね、隣近所。まあ、ずれないよ。まあ、ずれてもいいですけどね、全然。まあ、気をつけながら。うん、そうね。結構ね、マジで借りやすいわ。個人的には好きっすね、このインネタ。まあ、だからそうですね、これから軽製車。まあ、結構うち3500系と、まあ、旧式の3300系なんで、まあ、貼れるのはね、全然今の3000系の一部車両しかないんですけど。でも、そうですね、これ結構いいな、マジで。冗談抜きで。もうちょっと買っとこう。一応これ何両分って書いてあるのかな？書いてねえか。そうね、一応片側3ドアだとして、1、2、3、これ4ドアか。4ドアだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22。22ドアプラス。22だから、それで4、22だから、それで88ドアじゃん。88ドアに、1、2、3、4、4つ余りがあるから92ドアか。92だから、1車両6ドアだとすると、1、6、32。15両か。まあ、だから、ギリギリ2編成分ってところですかね、もしかしたら。まあ、そうですね、8両だとギリ2編成か。だから、例えば8足す6とか。っていう感じの方がいいかもしれない。いいかもしれませんね、個人的に。で、この白書置いたっけ。いや、でもこれでマジであの3500系の動画撮れるようになった。そうなんですよ。うち、形成だけがね、まだその、広告とかってか、その、なんていうの、貼ったことないんで。一応、北総も、ね、一応あるんですけど、そういうインネタ。北総ってあるのかな？一応、確か北総もね、北総専用のドア広告っていうのがあるんで。まあ、都営だったら、都営の、なんか、なんつったらいいのかな？変なキャラクター 変なキャラクターってすげえ正義感なんですけどね。北総ってなんかあるのかな？ちょっと待ってくださいね。北総の動画も一応撮ってあるんで。北総。あったあった。確かに北総もなんかね、キャラクターあるんだよ、俺の記憶だと。いや、北総は京成パンダでいいんだ。あ、じゃあいいや。で、今度北総と京成もちょっと貼りましょうかね。それじゃあ京成はね、これで OK なんで。よいしょ。まあ、ちょっとね、これは個人的に後で、ね、プライベートで、北総と、この時に今回のこの、3150キロにやっときますんで。ちょっとしまってて。あ、でも、ところにはやっぱりところどころね、QR コードがない車両とかもあるんで、ちょっと待ってくださいね。これ、ちょっと車両の容器割ってんのかな？どうなんだろう？まあ、車両の容器はずれてたらね、まあ、ガラス、向き変えなきゃいけないんで、まあ、それぐらいは動画でやっちゃってもいいと思うんで。京成電鉄。3050系、3100系か。3050系、成田空港よりか1号車、羽田空港よりか8号車なんで、多分これ逆かな、もしかして。あ、そうです、これ1号車なんで逆っすね。
これよく前の人ガラス濡れたよな。俺もね、なんかね、これ塗料調合してそのグリーンガラス再現しようとしたんですけど、あまりにも塗料下手で俺諦めちゃったんですよね。よいしょ、OK。ってことなので、よいしょ、OK かな。したら、これが1号車側だから、これが、慣れた空港よりか。ってことは、ケース的には合ってんのかな、これで。1号車から成田空港なんで、QR コード貼るのはこっち側なんで、パンタグラフじゃない側、パンタグラフじゃない側、いや、でもちょっとやっぱりずれてるな。もしかしたら。ちょっと待ってくださいね。一応ね、これね、ケースはね、確かね、マイクロエースのケース標準にして並べたんですよ。だから、向き的には今、こっちが成田空港寄りなんですよ。で、こっちが羽田空港寄りなんですよ。向き順に。そうですね。これガラス相当かいっすね。ちょっと待ってくださいね。もう一回だけさっきの経線の動画出すと。これ思ったんだけどさ、結構経線の3100系取ってないね。取ってんのがね、3056番が多かったわ。一応これね、さっきのあの経線のやつなんですけど、ちょっと車番まではね、ちょっと見にくいんで申し訳ないですけど。これ QR コードはね、基本的にあの品川寄りなんで、弱冷房車が3号車。合ってるっちゃ合ってんのか。ただ、パンタグラフが、合ってんのか、これで。あ、そうですね、これだってますね。パンタグラフこっち側に QR コードなんで。ただ、あれだね、QR コードはね、これね、グリーンガラスの内側なんで、ちょっとこれ惜しいんですよね。まあ、これもしょうがないですけどね。ここは QR コードないんだ。ちょっと待ってくださいね。ってことは QR コードあるのが、これない。これある。これもある。だここ2つあるのか。で、ここ1両除いてパンタじゃなくて。で、ここもないのか。で、ここはあって。困るのか。なるほどね。じゃあ、QR コードの貼り位置も合ってるんだ。あれか、京成パンダがどうしてもあの自分がその作った当時、多分インネタなかったから、多分だけど、京急のインネタ使ったな、多分。そうですね。まあ、位置的にはね、ちょっともしかしたらね、もうちょっとしたかもしれませんけど、俺が貼ったやり方でも。うん、全然妥協は。悪くはねえ。さあね、一応京成はね、これ、個人的にはね、後で、プライベートで、まあ、やってきますんで、まあ、もしのお披露目するとしたら、ちょっとピントが合わなかった。まあ、もしのお披露目するとしたら、そうですね、まあ、個人的には、ツイッターになるかなと思うんですね。そしたら最後ですね、福知山線行きましょうか。福知山線はね、特に別に、そうですね、整備っていうこともないんで、ちょっとごめんなさい。一応これ、福知山線なんですけど、一応福知山線も室内灯が入ってるんで、ちょっと室内灯だけ抜きましょうか、じゃあ。室内灯だけちょっと抜いて。で、ついでにそうですね、そうか、ニッパーがねえから無理なのかどうしよう。ちょっと室内灯いらないんで、室内灯抜いて。これ邪魔だからこれ取っちゃうか。このカプラーがね、古いやつのカプラーがなくて、そのアダプター状態で残っちゃってるんで。これは正直ね、捨てちゃってたもんだよな。まあでも、加工失敗した時に、ね、使えるんで。一応取っときますけど。あれ、ジップロックはね。あれ、どこ行ったっけ。こっちは預かった。こっちに行きます。まあ、さすがにね。2年前にもね、同じ辺、この車両買ってるんでね、まあ、この辺はね、もう体が覚えましたね。雨が切れた感覚あるけど、残ってねえな。もういいよ。そしたら切ってみましょうか。ニッパーがあればね、ズドンと落としたんですけど、爪切り大丈夫かな、ここ。ちょっと不安なんですよね。しっと、取れない。でもいけそうだな。ちょっとカプラだけね、なんか台車のもろだけ気をつけて。別にこの前に取っといても、ただあのスプリングの前で取ってきるんで、もうお勧めします。
これね、なんで今回来たかっていうと、まあ、さっきの先頭車ここと、まあ、ここと、まあ、中間車の片側が切られちゃってるんで、中途半端にね、今、低下されてない状況なんですよ。やっぱり、モハと左派でね、台車っていうのはもちろん違うんで。今回はね、潔く、4両まで、ね、また、低下プラ化します。というわけで、グレーのカップラー、ちょっと4両なんでね、6個で足りるんですよね。だから1箱分買えば足りるんでね。まあ、良かったかなっていう気はしますけど。先頭車のカップラー抜いちゃおっか、今のうちに。あ、でもどっちみちステッカーあったりするときめんどくさいから、まだ先頭車いいか、先頭車もいいですね。一応あの前面のカップラーもね、復元するやつに変えたいんで、ごめんなさい、結局1箱ですね。1箱とプラスアルファか。よし。尺的にはあと14分ぐらいか。でこっちはね、ドライバー式か。ドライバー先閉まっちゃったんだよ、ちょっと待って。あれ結構これ硬えな。固定はされてないけど、これ固定されてるでっかいなんですよね。入っちゃっていいや。ただね、ちょっとだけ先端、干渉してもいいよ。ちょっと切っときましょうか。どうかな、まあ、ちょっと先っちょ尖ってて危ないんで、ね、触るときは要注意なんですけど。なんでこれこんな綺麗にはまってるんだ。スプリングってここ取れるんですけどね。取るとか。まあ、俺はね、結構これ、暇の時にハンダで固着しちゃうっていう手もあるんですけど、ゴム切れたり、バネ切れたりするとね、銅板ごとワンセットで変えなきゃいけないんで、基本的にね、接着するのは最小限の方がおすすめかなと思います、ね。まあ、バネもそう簡単には切れませんけどね、なんかの後ろにプチーンって切れちゃう可能性もあるんで。俺、3回で切れたことかな。一応ね、機関車のやつが、はまるときにずれてはまって、プチって切れちゃって。で、あとは、あれかな ?209 系の救世主の剣とって、4両のやつが、クハ用のやつ、一応切れちゃったんで、取り替えたんですけど。そしたらこのね、旧製品の JC26 は、あれですね、デュープレックスのやつに美味しくいただきましょうかね。ちょうどね、デュープレックスの外車加工するので、これが一番向いてるんでね。前年2段だけはね、美味しくいただこうかな。これちょっと加工する。これどこにいとこうかな。下手にも美味しくいただくけど。カンカンなのがいいか。ちょうどチロルチョコのカンカンがあるから。中も入っていいんじゃない？中も入ってないから。入れてみましょうか。それじゃあ最後、クモハですね。客的にはちょっとクモハで10分か。そうか、当然こいつで終わりだから問題ねえか。あれ、切れ味が落ちてきた。違うの角だけ落としとけば、
しよ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 しって感じですね。失敗した時困るんですよね。やってることがね、若干見えなきゃいけないので、ちょっと幼稚なんですけどね、このやり方も。チュッキー。じゃあ、このパッドで取って。そうね、これで一応一段落なんで。OK ですね。大丈夫ですね。したら、まあ、行き先ですね。一応これ普通に西明石行きが入ってますんで、ちょっと見えるかな。ちょっと切ったんですけど、一応西明石行きなんでね。したら、じゃあ今回ね、これは普通、西明石行きに行きたいんで。ジオマトリックスのステッカーってどれだっけな。どっかにまとめて入ってるんだけど、ジモンでね、いろいろパーツ買ってるからね、どれに入ってるか分かんないですよ、俺自身も。あれ、これでもね、いや、違うね。一応やっとありました、これですね。一応これが全部ジオマトリックスのステッカーになるんで、すげえ綺麗に固まってるな。207系。これは、これ誰だ？これ中央線用か。これ中央線用じゃん。これ中央線で、これも中央線用じゃん。これが横浜線用で、あ、これから一番後ろだったんじゃないっけ。そこに行き先の英文付きと全面行き先表示があれなんで。完全にこれぺったりくっつくから要注意だな、この方したら、ちょっと待ちくせね。どれ使おうかな。普通に石明石行きなんで。西明石、西明石。何点か1個だけあった。青普通がねえや、使い切っちゃって。どうしようかな。ちょっと調べてみるか。今から調べてみたら、赤普通の松井山手行きっていうのがあるわ。一応これっすね。これが赤普通で、松井山手行きだよな。松井山手。ないっすね、松井山でこっちには。こっちもちょっと、では見にくいんだよな、オレンジで。あ、ありましたね。一応ここだ、松井山で。ちょ、あ、もうちょっとこっちっすね。ここだ。ちょうどここ。この、ここ何がやってたっけな。あれですね。文子山に京太郎行きのちょうどマイクが、松井山でになるんで。そうっすね、赤普通の松井山で行きっていうのもありっすね。どうしましょうかね。まあ、青普通の西明石行きもあるんですけど。あ、ちなみに赤普通の西明石行きもあるんで。どっちでもいい感じはするんだよな。ちなみにこの旧塗装のやつもあるんで、2005年頃かちょうど。2005年頃にちょうど赤普通の松井山手行き。東西線経由か。東西線経由で学研としての松井山手。ちなみに赤ピンクがあるか、JR 東西線か。そうですね。赤普通の西明石行きもあるな。どうしようかな。見ますね。一応、今までの207系が、ちょっと尺長くなっちゃって申し訳ないですけど、今までの207系が、一応これですね。T12S21 が、A の0054、普通強敵。で、もう一本の Z16S18 が、まのこれですね。5418M。A8364 と、快速京田辺行きと、あ、普通、同社も行きと、A の629快速同社も京田辺行きですね。確かに今回ね、西明石行きっていうのもありなんだよな、個人的には。どうしようかな。じゃあ、でも青普通がねえんだよな。赤だけか、青、これさ、真っ赤だったみたいでさ。多分ね、でもね、あるんですよ。このジオマトリックスに入れたって、横浜のね、イモンって扱いないんですよね、確か。調べてみるか。8214。確かね、このジオマトリックスは基本的に、新宿がメインかな。確か、扱い的には。
8214。いくつだっけ ?HT か。いや、そもそもね、ごめんなさい。HT 在庫がねえや。じゃあこれですね。今824の在庫あるのが、種別表示、種別表示、種別表示。待てよ。種別表示だからさ、これ、待って、ET でよくね ?ET でさ、赤普通入ってたらそれでよくねああ、そっか、そもそもカラーリングがないやつか。そっか、2005年版か。ってことは、ちょうどこれか、96年だから、ここがちょうど入ってるのか。A, B, C, D, E, F, G, H か。あ、でも一応赤普通あるな。いや、これでいいかもしんねえな。渋谷新宿なんで、東京なんじゃない使いが。いやいや、とりあえず西明石行きだけ貼ろう。で、種別は後で考えよう。というわけで、西明石行きはどこだ?この列車西明石行きです。どこだ?あ、ここっすね、ちょうど。ちょうどここは塚口の駅ですね。この左上なんで、ちょっと開けてみるか。一応、まあ、ステッカーなんで、一応今回2枚ぐらい貼って、そうですね、まあ、ちょっと、動画の尺的に、1時間切っちゃうんで、そろそろね、ちょっと終わりにしないとね、カメラはなくなっちゃうんで、ちょっとじゃあ切ってみましょうかね。ダメだ、失敗した。歯を折んなきゃダメだ。結構ね、このジオマトリックスのやつって、先っちょ腐ったやつになると、シール枯れるんですよ。ちょ、実際1個枯れちゃったんで。あ、最悪白の余白もきちゃ持っちゃったな。これカッティングするのめんどくさいんだよな。ちょっと待って、ね。最悪なミスった。なんだこれ、あ、両面テープか。これね、バイトのあたりのやつやったんですけど、そのバイトのあたりでまあ車体にくっついてたんで、両面テープちょっときれいに掃除したんですよね。目的には、ね、今ちょうど1時58分なんで、そろそろカメラ切れるんですよね。でも、一応入ったんで問題はないかな。で、つまようじとか切る。一応つまようじね、軽くこうやってこう押さえつければ、まあ入るんでね。まあ、強くやるとね、字が飛ぶんで、幼稚園なんですけど。西明石こっちか。ちょっと失敗したかも。これね、優しく切っても、ね、一応取れるんで大丈夫かな。あ、でもやっぱりちょっと余白残っちゃったんで失敗したかも。ちょっとずれたんでね、まだまだなんですけど。まあ、でも大丈夫っちゃ大丈夫かな、どうでしょう。西明石。これ丸まった部分なんですよね、問題は。もうちょっと押し込みますけど、無理やり。したらね、一応前面もね、もしかしたらね、こっち、まあ、あれ、西明石入ってるんで、まあ、ちょっと予備があるんで、前面。どこだっけ?あれ、前面の予備なかったっけ?なんか前面の予備、あれ、おかしいな。前面の予備あってるはずなんだけど。あれはさ、一応こっちの LEC の西明石があるはずなんだ。どこだ?西明石どこだ?西明石がない。四条縄手はあった。JR 山手もあった。そうそう、山手じゃねえ。播州和光、あ、こういうキャンの相生まんじゃん。加古川、大久保、宝塚、
片町か、京橋。二社会しかここっすね。二社会だから、こうね、張り替えてもいい気もするんだけどね。まあ、とりあえずそうですね。前面はちょっと次回まとめてやりましょうかね。今分解して、後でどうせまた分解するのめんどくさいですね。正直言っちゃうとね。まあ、どうせカプラコーカーの時にもね、分解はしますんで。じゃあちょっともう一度だけ貼っちゃおうかな。尺的にはね、そろそろカメラ切れるんで、いつ切れても、ね、おかしくないんで、ちょっと要注意なんですけど。どっちもチャレンジですね。なんだっけな、新幹線用のジオモトリックスに出た買いに、まあ、新宿行くんで近いうちに。その時にまた、口山専用ちょっと買いましょうかね。あれ、おかしいな。あれ、隣まで行っちゃった。大丈夫か。これやべ、剥離仕事行っちゃったんだよな。取れた。わかるかな、ここにうっすらね、剥離仕事がね、透明ちょっとついてるんですよ。これほどね、たまにね、昔のジムみたいに切れるんで、ちょっと難点なんですよね。まあ、俺が切り方下手なんで一番の問題なんですけど。でもね、多分ね、ステッカーが一番俺好きなのはジオマトっすかね、100%。ステッカーはね、絶対ジオマト。ここも、そうですね、剥離紙一緒についてた。どっかに落ちた。また落ちちゃった。あぶねえ。なんとかもね。社会も1時4分なんで、そろそろ切れそうなんで、ね、まあ、これ1個あって。まあ、一応残りの中華車もね、西赤西的にはしちゃうんで。まあそうですね、近いうちに帰るかどうかわかりませんけど。まあ、3両編成もちょっと集めて、また7両にしましょうかね。こんな感じですね。まあまあ、ちょっとよれちゃっておりますけど。大丈夫ですかね。ただ、まあちょっとそうですね、そこへの、種別表示。まあ、ちょっと今回ね、うまく下げなくなっちゃってたんで。まあ、そうですね、H 普通にするか、青普通にするか。まあちょっとね、まあ、確かLINE カラーがあるんですよね、関西のって。だからその LINE カラー、ちょっと調べて、ちょっと自分がね、どっちのやつ聞かないってね、まあ、青普通にするか。まあ、まあ、今回いらないように、まあ、でも面白いのが、快速っていうのも、ね、あるんで、西明石って調べると。昔の7両って。そうですね、快速にしてもね、面白いかなと思うんで。一応、あと残ってるのが、ここっすね。黄色普通は残ってるか。なんかね、これ何を使ったかね、俺もわかんないんだろうし、これ1枚しか買ってなかったんで。確かに元々これね、在庫なかったですね、店に。確かに2枚ずつって言ったら、1枚ずつしかなくて、本当に。一応使い切っちゃったの、ここ2つと、なんかこことここが使い切っちゃったんで。自分でも何を使い切ったかわかんないですよね。多分階層かな、この辺は。階層だかなんかも。元々はこれ白いのか。残ってんのが、だから、この辺使っちゃって。この辺も使ったんで、まあ、残ってるのがそうですね、この辺の。まあ、黄色普通とか、まあ、ピンク普通か。その辺等があるんでね。まあ、青快速でもね、面白いと思うんですけど、青快速は残ってる。青快速がわかんねえんだよな。こ
この辺かな。まあ一応ミドル解消があるんで、まあちょっと、気分的に調べながらね、まあ普通嬉しいでもいいかなと思うんで、そうですね、とりあえず調べておきますって感じで終わりにしたいと思いますね。とりあえず一旦これでね、加工動画は今日終わりなんで、まあ残りの5個か。一応今、今何時で11時か。まあちょうど11時半。11時半そうですね、11時約20分か。なのでね、まあちょっと気が向いたらね、競馬のゲーム、まあしようかなと思いますので、ね、とりあえずね、今日は、一旦終わりにしましょうか。ちょっとね、今日は一旦終わりにしてます。で、また時間という程度で終了ありがとうございました。